こんにちは、速火塾の久保です。カラダのエイダのダイダロスウォレット、こちらの方の更新。今回はバージョン4.2.1ですかね。こちらの方またね、時間かかりましたね。私の場合は、パソコンをすべて、えー、シャットアウト、シャットダウンですか、してですね、新たに立ち上げて、す、え、べ、ー、てのソフトウェアを停止した状態で、ダイダロスだけを更新のために、えー、まああの、まあアップロードっていうんですかね、起動する時間を持ちまして、 ダダイロスオンリーにすると1時間半ぐらいで終わりましたね。で、終わったあとでブラウザを立ち上げたりとかメールソフトを起動したりとかっていうふうな作業に入りましたでダイダルスねナミさん思い出してますね最初のダイダルスのインストールっていうのは確かにね23日かかった人が多かったというふうに記憶してますで多くの方は6 4ビットのパソコンに買い替えてダイダルス専用っていう位置づけでねやってますけども今6 4ビットっていうと まあまあまあそれでもね機能高い方ですよ今3 2ビットが主流ですかね当時は8ビットのパソコンなんていうのが結構主流だったんで多くの方の、えー、CPU にはこのダイダルスが全然適合しなかったんでねトラブルが多かったと思いますけどもまあ現在はダイダルスにはもう高性能のパソコンねこれが必須ということなんで数年に一度はダイダルスのために買い替えることになると思いますでも十分元が取れますよね何せ何せ 100? いや 1, 倍ですすかか価格 1, 倍ぐららいになってますからねで今回あのビットコインはじめアルトコインの価格が暴落していますけどもカルダノの復活の速さどうですかもう300円台に急回復しましたよねいや私カルダノがね250円前後でも全然しょうがないと思うんですよでもうん300円台303円になってね急回復してビットコインやイーサリアムの回復状況には本当ね 類を見ないいぐらいのスピードですよねこれも開発が順調に進んできて他の暗号通貨とは一線を画している証拠だと私は感じますあちなみにダイダルスなんですけども今回4.3.1ですねはい大変失礼しましたナミさんと一緒にこれからもね体の枝の旅を見ていけるかなと思うとこのプロジェクトに一緒に関わるかなと思うと嬉しいばかりでございますそれではねこれからも情報発信していきましょういってらっしゃい